こんにちは、サオリンゴです。今日はオール関東キャンピングカーフェアの出店者さんを紹介していきます。今回はキャンピングカープラザ東京さんにお邪魔しています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前をお伺いしてもよろしいですか？はいはい、キャンピングカープラザ東京の木村と申します。よろしくお願いいたします。木村さん、よろしくお願いします。今回群馬には持っていかれるお車は決まってますか？はい、こちらにありますですね、キャブコンというタイプのカテゴリーの車を1台持ってきます。はい。こちらのおすすめポイントは？はい。この車はですね、もうほぼ、全天候制のキャンピングカーということで、まずエアコンを標準装備をしてお、はい、おります。それは、電源としては、いろいろ使えまして、今ここでは会場から電気をもらって、エアコンをつけてるんですね。うん、何にもないところはバッテリーで駆動させます。はい、で、そのバッテリーも、やっぱりエアコンはすごく電気を食うもんですから、はい、リチウムイオンバッテリーと言いまして、うん、それの、240アンペアというすごく大きいのを、はい、2つ積んで480アンペアというすごく、電気環境がいいバッテリー、はいのシステムを採用いたしております。一晩ぐらいは使えるんですか？もうその一晩だと、240アンペア一つで十分足りるんですけど、じゃあ200ぐらい全然いけるってことですね。うん、まあ、あとやっぱり昼間もねちょっと使いたいという声が多いので、はい、昼間使ってなおかつ夜も少し余力が残るぐらいの形にはなっております。はい、はい、なんか広いですね。そうですね、ちょっと見ていただければと思います。はい、まずちょっと室内をご覧になっていただこうと思うんですが、まずこちらのところがですね電動ステップになっておりまして、これをこういうふうにしていただくとステップが出てまいります。手も汚れないし、はい、怪我もしないということですね。はい、お邪魔します。ああいいですね。はい、こちらのところにですねさりげなくエアコンが入っております。本当だ、全然気づかないですね。今ちょっと涼しいと思いますけども、はい、照明しかもう全然目に入らないぐらい、はいはい、で照明もですね基本的には間接照明で、はい、直接光が目に入らないようにちょっとしてあります。はい、全部おしゃれですね。はい、まあ唯一ここ座った時にここだけちょっと直接照明になるんですが、はい、でこちらをちょっとご覧になっていただきたいんですけども、これが主電源スイッチです。で、まずこれを押していただいて、それと、こちらがタッチパネルになってるんで、すごい。一回押していただくと、日時が出ます。うわ。2023年の4月2日10時8分59秒。で、もう一個押してもらうと、ここがグラフィックになって、ここで各々の操作ができるようになります。すごい。で、この電球マークがついてるのが、各々の個別のスイッチです。で、この三つに関して言えば、これ、ここのとここういうふうにやると、こう、調光が、できるように。かっこいい。はい、こんな感じで。これ、まあ、オプションになるんですが、スカイライトルーフというのもついてまして、例えばですね、真夏なんかだと、花火大会。わー、ね、普通、ね、うん、まあ、頭も出せますけど、もう、ここでこうやったらもうスカイビューなんですよ。わー。はい。で、普通は、ね、土手かなんかのとこで、こう、蚊に刺されながらこんなことやって、あれなんですけど、もうエアコンが効く中、冷蔵庫には冷たいビールも入っていて、それでもうゆっくりこうしながらこうできる。で、今度冬は天の川を見て、ゆっくりお休みになっていただくことができるとか、かなりこれは買って、後になってよかったよねっていうアイテムの一つです。はい。コンロも、うん、はい、すごい。コンロもしかも2バーナーあるんですよ。はい。2バーナーで、しかも、ここを切ってるんですよ、うん。切ってますもんですから、洗った時にそのままこう流せるんですよ。だから、特にやっぱり女性の方なんかは、うん、この辺のメンテナンスが楽でいいねと言って、うん、喜んでいただいております。すごい。で、あともう一つは、はい、キャンピングカーって必ずね、チャッカマンでつけるんですよ。うん。はい。で、こいつはもう厚手になってるんで。ちゃんとついてますね。はい。すごい。このパチパチパチで。うんうんうん、僕のもまさしくチャッカマンで、いつも探すんですよ。チャッカマンがない、チャッカマンがない。で、ようやく見つけたらガス入ってないじゃん、みたいな。そういうのなんかも、これはもうそういう煩わしいことがなく、することができます。すごい。で、あと、後ろの方ちょっと見ていただくと、はい、ここがトイレシャワールームになっておりまして、ここをかなり一生懸命作りました。広い。はい、すごい。ちょっと本当。ホテルみたいです。
窓までついてる。で、そこのところがですね、そのバニティシンクって言いまして、はい、その化粧台みたいになってますでしょ、はい、で、そこも FRP の一体成形で作ったんです。すごい。すっごい気合い入れて、だから、そこのシンクの部分が全部一体になってるじゃないですか。継ぎ目がないですね。そう、継ぎ目がない、その、まあ、シームレス工法って言うんですけど、うん、そういう形でちょっと作りました。で、あとそこの、そのシャワーヘッドノズルをちょっと引っ張ってもらうと引き出せるんです。はい、そうかなと見てて思いました。で、はい、でシャワーを浴びることができます。へー、はい、すごーい。で、キャンピング、まあ立ってもいいんですけど、はい、キャンピングカーって基本的にはそこ、トイレのとこ座ってするんですね。はい。まあどっちでもいいんですけど、はい、で、そうした時に、今度そのお水というかお湯がこっちに流れてきちゃうんですよ。で、それをあれするために、その外堀を作りまして、ちゃんとそこのところから、そこの左側に出水マスがあるんですが、そこのところにお水がちゃんと行くように設計しました。ね、あ、そうそうそう、すごいですね。で、あとフロアなんですが、やっぱりベタ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 しちゃうので、うん、下もね、カラリウカみたいにして、うんうん、もう、すぐ乾くようにしたりとかですね、細かい、あれが、男の人はいいんですけど、女性の人はなんか着替えるって言ってもね、ちょっとこの辺で着替えるわけいかなくて、結構中でっていう方が多いので、はい、うんうんうん、で、それの時に一緒に、身だしなみを整えていただくように、鏡も大きい鏡、ミラーをすごく大きい、珍しいですね、鏡にしたりとか、その辺の工夫をちょっといたしております。はい。ベッドも広いですし、後ろも、はい。で、ベッドも、ここが2段ベッドになってて、うんうんうん、上を、例えば上でお休みにならない場合は、ここがダンパーになってて、簡単にこういうふうに上がるんですね。あ、そうなんですね。そうすることによって、その下の出入りがすごく楽になったりします。うん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 、ダンパーってことは、普通の、リアゲートと同じように、こう自動で上がるってことですよね。自動じゃない。手でこうやると。こうやると、油圧式でシュッと。そうです、そうです、そうです。はい。パワーアシストして、軽くいく。シュッと上がります。で、あと、下のベッドは、これ、ウッドスプリングを採用してるので、普通ベッドって、寝ると腰が沈み込むんですけど、下からこう、わっしょいわっしょいってやっていただけるような形のベッドになってるので、まあ実はこれが決め手で、もう何台もこの車を買っていただいております。で、まあ、僕も自宅のベッドをウッドスプリングのベッドに買い替えました。はい。それだけいいんですね。そのぐらい気持ちいいです。はい。はい、でね、これ曲面がね、すごい上手なの。ありがとうございます。もう全部照明も優しいし、綺麗ですし、高級ホテルって感じですね。ありがとうございます。全部、はい、聞いてたんですけど、勝手に開かないように。そうそうそう。で、全部ボタンもついてるんですよ。ここをあえてコルクにして、ここでやった時に、あっちっちって言った時にパッとこういうふうに。わー。行くようにここをコルクにしたんです。で、これだけじゃもったいないから、ここに指フックつけて、はい、ここにもちゃんと物が入るようにしたりだとか、で、これもこう、シュー、シュカンってこういうふうに入るようにしてあります。で、二つ目が、これがカトラリーですね。うん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 、ナイフだとかフォークだとか入れとくスペース。もう住む用の車ですね、はい、本当。で、三つ目が鍋釜がたっぷり入るように、こういう広い住みたいスペースになっております。ねえ、1ヶ月ぐらいでもいいから住みたいぐらいです、本当に。家賃でね。いや、でもね、細かいところが全部ね、使い勝手考えて、そのすごい選んでるのがね、よくわかる、うん。もっとマニアなこと言っていいですか？いいですよ。はい。行きましょう。はい。実はここも、うん、蓋を逆反りさせてるんですよ。本当ですね、はい。これ何かって言ったら、はい、こうやった時に、ここですれ違えるように。はいはい。その、ね、そのど、だからこっちはもうこの平らなんですよ。はい。確かに。こっからは一人。ここは例えばキッチンやっててトイレ行きたいんだけどみたいな時に、こういうふうにすれ違えるように、そういうふうにしたりとか、はい。ここも立った時にいきなり頭をぶつけないように、ここも逆反りさせてる。いやー、すごい、本当に。ただね、まあ、あと、細かい話なんですけど、はい、ここに電子レンジがありまして、はい、これもちょっと閉店ガラガラじゃないですけど、かわいい、はい、普段はこういう風にしといて、使う時はこうやって上げて、使っていただくっていうような。めちゃくちゃいいですね。すごい、まあ。細かいことなんですけど、いやいやいや、こんなことを言う、はい。これはもう本当ぜひね、本物を見ていただきたいですね。うん、実際に乗っていただけると思いますので、はい、群馬でもゆっくり見ていただければと思います、はい。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしてます。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。こういうキャンピングカーを見に、ぜひ、オール関東キャンピングカフェ2023、G メッセ群馬にお越しください。お待ちしてます。詳細は概要欄を見て、ホームページなどをチェックしてください。